和歌山県立情報交流センタービッグユーとは、和歌山県田辺市新城町にある複合文化施設である。歌詞施設やカフェ、レストラン、図書館や大学施設などからなる。特定非営利活動法人和歌山 IT 教育機構が指定管理者として運営する。ビッグユーの名称は、建物が上空から見るとユーの形となっていることにも由来する。なお、 ビッグの名称は、和歌山県の施設では、和歌山ビッグホエールや、県民交流プラザ和歌山ビッグアイに続くものである。カフェが施設を含む和歌山県立機南図書館、和歌山大学南紀熊野サテライト、和歌山県立教育センター学びの丘や、カフェ、レストランなどからなる複合施設、産学関連系による、総合 IT インキュベーション拠点施設と位置づけられており、 人材育成や産業、地域支援などに取り組んでいる。年間来館者数は約40万人。2013年9月には、隣接地に和歌山県避難児童相談所が新築移転している。設計管理は昭和設計、施工は東急建設、浅川組、田中組、JV による。床や天井に奇襲材を多用しているのが特徴で、屋上には、 ウッドデッキと芝生がある。1998年に県立総合教育センターとして設置構想が策定され、2000年に手狭になっていた和歌山県立図書館機南文館を併設することが決まった。IT 革命が流行後となるような時代背景の中で総合教育センターは県民利用の IT プロジェクト施設へと転換。2002年。 IT 総合センターとして建設が始まり、2005年1月に和歌山県立情報交流センタービッグユーとして開館した。建設当時はまだ地域住民に IT の理解が十分に浸透しているとは言えない状況であったため、館内には無料で利用できる PC 体験コーナーを設け、IT に関する講座やフリーマーケットを開催することで IT への理解と ビッグユーの利用促進が図られた。和歌山県立避難図書館は、1951年に和歌山県立図書館の避難文館として開館し、2005年に情報交流センター内へ移転、名称を和歌山県立避難図書館に改めた。組織としての避難図書館は、和歌山県立図書館本館の副館長の下に置かれている総務課、資料課、サービス課、 文化情報センターと同格である。開花書か5万、閉花書か20万機難文館の設置、編集和歌山市にある和歌山県立図書館は、1945年1月15日に和歌山連帯区司令部に館車を接収されて事実上活動を休止したが、和歌山大空襲での館社消失を免れ、同年9月1日に司令部から館車を返還されると活動を再開した。 県立図書館は戦前の貸し出し文庫を再開し、1950年に和歌山県教育庁社会教育課の宣伝者、ポニー号を活用して移動文庫を開始した。移動文庫は県内各地方にブックセンターを設け、そこを拠点に公民館や学校などの読書会へ10冊一組で1ヶ月間貸し出すものであった。ポニー号は1台しかなかったため、 和歌山市から離れた避難地方での巡回が不十分となった。そこで西室畜市長閣教育研究会が中心となってフィルムライブラリーを避難地方に誘致しようと1950年秋頃から運動を開始した。その会いあって1951年11月1日に避難文館設置条例が制定され避難地方における図書、映画、紙芝居、 伝統などの貸し出し拠点として12月8日に田辺市城屋敷町の田辺市公益室や倉庫を借用して和歌山県立図書館機南文館が開館した。文館長は西室教育長が兼任し、職員は一人だけであった。機南文館は機南山地方を管轄し、田辺市とその周辺は文館から直接、その他の地域はブックセンターから。 貸し出し文庫を実施した。視聴各資料としては16ミリ映画フィルム約100本、幻灯フィルム約30本、紙芝居と展示資料は各十数組保有し、町村などの求めに応じて貸し出した。一方、A 社機は地方教育局からの貸し出しを基本とし、避難文館の保有分は教育局への補給用としていた。 1954年2月時点の蔵書数は4000冊、映画フィルムは200本、現当フィルムは400本あり、文館の縦壺は10つ貸し出し文庫の拠点数は120箇所あった。この頃の沖南文館は、貸し出し文庫のみで個人への貸し出しは行っていなかったが、1953年に和歌山県立図書館本館が自動車文庫、立花号を導入して個人への貸し出しを、 始めていたので、避難文化にも自動車文庫の導入を求める声が上がった。そして1954年7月3日に、避難文化にへ自動車文庫、浜融合が配備され、同年7月5日から6コース82カ所の巡回を開始した。当時の避難地方は、紀北にも増して、道幅が狭く未舗装の悪路が多かったため、巡回は困難を極めたが、 巡回先からは熱烈な歓迎を受け、参観部では、開白以来の文化の薫るという言葉で称えられた。仮感謝時代、編集1955年7月に、田辺市立図書館が、旧田辺市警察の庁舎へ移転し、公民館から独立すると、避難文館は、同年12月にその一角を借用して移転した。移転により29.5坪に拡張したが、なお不十分であった。 1956年、市長各資料を和歌山県社会教育課に変換したため、図書中心の活動に軸足を移し、館法、浜優の発行、母子読書運動の実施、婦人文庫の設置など、活動の幅を広げていった。1960年、避難産業指導所跡へ移転し、同年10月より、田辺市民を対象に、文館での個人貸し出しを開始した。 田辺市民への貸し出しを開始したのは、施設を田辺市から借用していたという背景がある。1962年12月に2代目、浜融合を導入、仙台より小型化することで、壁地への巡回を容易にした。1968年度の避難文館の貸し出し冊数は3万1502冊と過去最高を更新し、着実に成果を上げていた。 1970年には3代目、浜融合を導入した、大木ヶ浜公園時代、編集1971年の第26回、国民体育大会が、和歌山県で開かれることになったことを受け、県内では、スポーツ施設や、社会教育施設の整備が進められ、和歌山県知事、大橋正夫は、和歌山県立図書館についても、新館建設を年頭記者会見で発表した。 旧、避難産業主導者の館社が、境愛化、老朽化し、道路整備のために建物の変換を求められていたという事情も重なり、建設の方向へ進んでいった。地元では、避難文化移り改築建設委員会、避難文化移り改築等推進委員会を組織して、陳情を重ねた。1972年12月、5438万円をかけて、 田辺市港の大木ヶ浜公園に新館が建設され、移転した。新館は、鉄筋コンクリート構造3階建てで、敷地面積は330平方メートル、延べ床面積は815.67平方メートルと大きくなり、親子図書室の設置や、集中冷暖房の完備など、近代的な施設となった。郷土資料を含む、開花図書7 0冊を整え、 従来自動車文庫の片手間に運営していた個人貸し出しやレファレンス業務を本格実施するようになった。中でも絵本収集に力を入れ、1974年8月には住民らも参加して子供の本研究会を立ち上げた。避南地方では1966年に串本町図書館が自動車文庫を運行開始したのをはじめとして新宮市、大東村、 中辺市町、田辺市でも導入が進んだ。避難文館は自動車文庫導入済みの市町村の事業と重ならないように調整しながら自動車文庫を継続し、また資格障害者の読書支援のために1992年度から1993年度にかけて対面朗読とテープ録音のボランティア養成講座を開講し、終了者は新聞の電話での朗読。 図書の録音テープ制作、対面朗読などのボランティア活動を展開した。1999年10月、日本観光協会より、浜融合が動く観光図書館事業のモデル図書館に選定された。ビッグユー時代、編集大木ヶ浜公園への移転当時は広かった。館内も、1997年頃には、スペースの狭さが意識されるようになり始め、利用頻度の少ない資料を、 和歌山市の本館に仮置きしてもらうようになっていった。一方、1998年に田辺市新城町へ県立総合教育センターを設置する構想が生まれ、その中へ避難文館を併設することが2000年6月に決定した。折しも IT 革命が叫ばれる時代であったことから、総合教育センター構想は県民利用の IT プロジェクト施設へと転換し、 2002年8月に、歌唱、IT 総合センターの寄稿式が執り行われた。避南文館は2004年10月から移転のため、休館に入り、2005年1月に、和歌山県立情報交流センタービッグ U の中に、和歌山県立避南図書館に、改名の上、再開した。文館の名は外されたが、礼気場の取り扱いは、和歌山県立図書館の文館のままである。 2011年2月、ビッグユーへ移転してからの入館者数が100万人を突破した。図書館の年表、編集図書館の主要機能はビッグユーの1階に置かれており、中2階に閲覧席がある。成人用の閲覧席は全席パソコンの利用が可能で、インターネット環境も整備されている。毎週日曜日には図書館ボランティア、UU がお話会を開いている。 和歌山大学南紀熊野サテライトは平成17年に開設された和歌山大学の施設である。詳細は和歌山県教育センター学びの丘を参照電車ビッグ、言う前のバス停は2014年9月30日付で廃止された。自動車飛行機、ありがとうございます。